あれから4日ですね。4日経ちました。今日は月曜日、ついでそうですね。今日もミニラン頑張ってみようと思います。ちょっと全然できないんで、見せれるようなものじゃないですけど、頑張っていこうと思います。では行きます。中入りました。受付して、で今日は 1,2,3,4 人ですね。今のところ4人、スケートボード3人、アグレッシブは僕1人ですね。ついてますね。まあこれから増えてくると思いますけど、ちょっとミレアン今使ってるみたいなので、これから準備運動をやって入ってきたいと思います。
やっとバックサイドロックを1回できましたね。ちゃんとしたのは1回だけなんですけど、そうですね、あまりずっとうまくいかなくて、スピードの調整とかいろいろ試行錯誤した結果やっと1回できました。なんとなく感覚が、ナインスケートバックでの感覚が戻ってきたような気がします。もうちょっとやってみてしっかりものにしたいと思います。やっとなんとなくですけどバックサイドロックが、何回かできるようになりました。まだまだですけど、そうですね、全然ここ来てから始めた頃よりには全然マシになってるんで、これで良しとします。まあ、まだまだ練習が必要ですけど、なんかいい感覚がつかめてきたのでもうちょっと頑張ってみようと思います。今じゃ慣れましたけど高いんですよね、ここ。慣れって怖いですね。この角度から飛び降りるわけで、
そりゃ怪我もするわなって感じですね。そうですね、ミニラン集中練習しました。そうですね、バックサイドロックずっとできなかったんですけど、今日初めてちゃんとできましたね。これを継続してやっていこうと思います。ここからが勝負なんで、まあ、スタートラインに立った感じですかね。まず、これから頑張っていこうと思います。そうですね、今日はミニランだけでした。ミニランしかやりませんでした。まあ、そういう日があってもいいかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。